サウスウエスト航空はアメリカ合衆国テキサス州ダラス市を本拠地としている格安航空会社である。1967年エアサウスウエストとしてアメリカ合衆国テキサス州で設立され、1971年に3機のボーイング737を使用して運航開始した。その後航空自由化政策とともに自力で 路線網を少しずつ拡大したことに加えて、いくつかの格安航空会社を買収することでも、路線規模を拡張しており、全米に路線網を持つ大手航空会社となった。格安航空会社として知られ、工述するように徹底した人件費以外のコスト削減等が図られ、収益率は他社より高い。1973年以来、 米国の景気の動向に関わらず黒字運営を続ける全米で数少ない航空会社の一つである。また、経営方針の一つとして、社員第一、顧客第二を掲げており、米国の航空会社で唯一、アメリカ同時手発テロ事件を受けた、航空産業冷え込みにもレイオフを行っていない大手航空会社でもある。2012年には、スイスの航空輸送格付け機関から、 世界で最も安全な航空会社の10社のうちの1社に選定されている。創業の経緯共同創立者の一人、ハーバート・ケレハー・サウスウエスト航空の設立のきっかけとなったのは、テキサス州の銀行家であるジョン・パーカーが、ダラス、ヒューストン、サンアントニオの3都市を仕事で回る際に、この3都市間の移動が不便かつ費用が高いと感じていたことから、 サンアントニオで小規模な航空会社を経営するドリンキングにテキサス州内を移動するための航空会社の設立を持ちかけたのが発端である。それを受けてキングはカリフォルニア州にあるパシフィックサウスウエスト航空やエアカリフォルニアを調査した。各都市の経済が活況であることや都市間が適度な距離であること、またこの2社の業績が優れていることを確認した。 この調査結果から、テキサス州の3都市に、大型旅客機を運航する、航空会社の設立構想を立案した上で、1966年に、キングの経営する会社の法律顧問を務めていた、弁護士であるハーバート・ケレハーに、この構想を持ちかけた。当初、ケレハーは、突飛な計画と感じたが、サイアントニオのバーで説明を受けるうちに興味をそそられ、運賃が安く、 定時運行率が優れていて、便数の多い航空会社なら、成功すると予測した。キングと一緒にビジネスプランや運行パターンについて、検討を行い、店舗に備え付けの紙ナプキンに書き殴った。この時の紙ナプキンは、ダラスの本社に額に入れて飾られている。1967年3月15日、ケレハーは、エアサウスウエストの設立を申請した。当初の資本金は、 キングとケレハーが出資し、政治的な支援を集める活動に着手するとともに、事業に必要となる資本金の募集を開始した。ケレハーは、法律上の闘争を招くことを予想し、募集する資本金の総額を当初予想の25万ドルから倍以上の50万ドルとし、テキサス州で影響力を有する政界や、財界の人物から出資者を募ることとした。 法廷での戦い1967年11月27日、ケレファーは、ダラス、ヒューストン、サンアントニオの3都市を結ぶ航空会社の参入を、テキサス州航空委員会に申請、1968年2月20日には認可された。ところが、認可の翌日に、ブラニフ航空、トランステキサス航空、コンチネンタル航空の3社が、 サウスウェスト航空への飛行許可証を発行することを禁じる内容の一方的緊急差し止め命令を入手したのである。ライバル3社の主張はサウスウェスト航空が参入しようとしている市場はすでに飽和状態で新たな航空会社が参入する余地はないというものであった。1968年夏にテキサス州地方裁判所にこの案件が持ち込まれたことにより両社は 法廷で争うことになり、サウスウエスト航空の弁護士はケレハーが担当した。この間に、ライバル3社は、裏側で政治的な根回しを行っており、一度は認可を出したはずの TAC 関係者が、審理が始まる前の新聞のインタビューで、テキサス州に新しい航空会社が必要な理由がわからないという、談話までしていたなど、サウスウエスト航空には不利な状況であった。 裁判では、両者の弁護士が、感情向き出しで主張をする、激しいもので、テキサス州のある新聞は、娯楽費を節約して、裁判を見る方が面白いと評するほどであった。地方裁判所では、ライバル三者の主張を認める判決が下され、サウスウエスト航空では、テキサス州高等裁判所へ控訴したが、7ヶ月の審理の後に敗訴してしまった。この時点で、 事業に必要となるはずの資本金がすべて裁判費用に消えてしまっていたため役員の中にはここで手を引くことを考えていた者も,もいたという。しかし、ケレハーは裁判費用を自己負担することで役員たちを解き伏せテキサス州最高裁判所へ上告。その結果、高等裁判所での判決は覆されサウスウェスト航空の勝訴となった。 ライバル三社は合衆国際公裁判所へ上告したが帰却され、ようやく就航が認可されたのである。しかし、せっかく認可されたものの、運行開始するための費用はすべて訴訟に費やしてしまっていた。また、運行に必要な自民を集めなければいけなかった。1971年1月。 サウスウエスト航空は、ユニバーサル航空を退社したばかりのラマーミューズを CEO に昇聘した。ミューズは就任後直ちに友人や知人のつてをたどって、資金集めに奔走する一方、友人や知人で運航に携わった経験者を集めた。また、資金集めの後に過剰生産したため売れ残っていた、ボーイング737型機を3機購入した。 運行開始に先立ち、客室乗務員の募集が行われたが、その時の広告文面は、ラクエル・ウェルチさん募集というもので、面接時には足を見せるためにという理由で、ホットパンツを履いてくるように要求した。選考にあたっては、ヒュー・ヘフナーのプレイボーイ JET に乗務するバニーホステスを育てた人物も審査員に加わった。こうして採用された女性客室乗務員は、 80%以上がバトンガールやチアリーダーの経験者で、かつ強い個性を持つ社交的な女性ばかりであった。サウスウエスト航空では、これらの客室乗務員にホットパンツとゴーゴーブーツを制服として支給した。一方、ライバルの航空会社の妨害はまだ続いていた。テキサスインターナショナル航空とブラニフ航空は、米国民間航空委員会に対して、 サウスウエスト航空の就航に抗議を申し立てる。一方、ブラニフ航空は、サウスウエスト航空の株式引き受け業者に手を引くように圧力をかけていた。しかし、CAB は、ライバル2社の申し出を却下し、サウスウエスト航空は別の株式引き受け業者を見つけ出した。1971年6月8日には、ようやく最初の株式公募にこぎつけたが、一方で、 ライバル2社は業務開始を阻止するための一方的緊急差し止め命令を入手した。これに対してケレハーは職務執行令状の発布を求めるためすぐに司法図書館で宣例を調べた上テキサス州最高裁判所に対して緊急差し止め命令の却下を申し出た。1971年6月17日テキサス州最高裁判所は サウスウエスト航空の主張を認め、差し止め命令を執行しないように命じた。この時点で、ようやく、サウスウエスト航空は、運航が可能となったのである。資金難時代1971年6月18日、ダラスヒューストン・サン・アントニオの3都市を1日18、往復する、航空会社として、サウスウエスト航空の運航が開始された。 ニューズは引き続き資金集めに奔走し、700万ドルを蓄えたものの、当初の利用者数は少なく、1日の合計の旅客数が150人という日もあった。1972年には赤字額の合計は500万ドルに達しており、この時期にサウスウエスト航空では資金難のために3人の従業員をレイオフしている。会社創業以来、 サウスウエスト航空が行ったレイオフはこの時の3人だけである。試行錯誤の繰り返しヒューストンホビー空港当初、サウスウエスト航空はヒューストンではインターコンチネンタル空港に発着していたが、ヒューストンにはもう一つホビー空港が存在した。すでにホビー空港はすべての旅客航空会社が撤退していたが、市街地から近いことからサウスウエスト航空が 主なターゲットとするビジネス客には適した空港であった。1971年11月14日より、試行的にホビー空港発着便を設定したところ、利用者数が急増したため、サウスウェスト航空は直ちにヒューストンでのすべての発着便をホビー空港に移した。都市部に近い第二空港に発着する手法は、その後格安航空会社の成功の法則の一つに、 なっている。この頃、毎週金曜日には定期点検のためヒューストンからダラスまで航空機をフェリーフライトすることになっていたが、同年11月末からはこれを営業運行することとし、運賃を片道10ドルに設定したところ、特に宣伝をしなかったにもかかわらず大きな評判となった。当時、この区間の通常運賃は20ドルだったが、 利便性思考と低価格思考の双方の市場をカバーするべく平日朝から夕方までの運賃を26ドルとし逆に平日夜と土休日の運賃を13ドルに引き下げたところ乗客数が増加したこれが米国航空業界においてピーク時とオフピーク時で異なる運賃とする制度の始まりである百七十一年九月にはボーイング三十七を さらに一機追加購入し、スピードアップや州外へのチャーター便に使用する計画を立てた。ところが、連邦地方裁判所は、サウスウェスト航空に対して、州外チャーター便の運航を禁じた。収入は増えてきてはいるものの、まだ安定した経営状態ではなかったため、ボーイング737は1972年5月に、フロンティア航空へ売却された。 手元資金の不自由さは解消されたものの、すでに4機使用を前提で計画した運行計画を実行できるかが問題となった。航空機を10分で折り返しすればダイヤが維持できることが判明。以後、折り返し時間10分がサウスウエスト航空の特徴の一つとなった。ライバルとの戦いしかし、ライバル航空会社との戦いが終わったわけではなかった。サウスウエスト航空が、 ホビー空港に移ると、ブラニフ航空とコンチネンタル航空は一部の路線をホビー空港発着とするとともに、サウスウエスト航空と同じ額の低運賃を派手に宣伝して対抗した。これに対して、サウスウエスト航空は、サウスウエスト航空がホビー空港でサービスを始めなければ、相手の2社はホビー空港には戻ってこなかったはずだと広告を出して訴えた。 サウスウエスト航空は低運賃なだけではなく、時刻通りに運航し、便数が多く待たされることもなかったため、利用者はサウスウエスト航空を選択し、ブラニフ航空の計画は裏目に出てしまった。その後、1970年代半ばに、ブラニフ航空はホビー空港から撤退している。ダラスラブフィールド、空港ダラスフォートアース国際空港が開港する。 少し前の1972年、サウスウエスト航空は新空港当局に対して、新空港に移転せずにラブフィールド空港に留まると通告した。便利な市街地の近くの空港に発着することで、ビジネス客の要望に応えていたので、市街地から離れた新空港に移転することは理屈に合わないと考えたためである。しかし、 これは新空港当局やライバル航空会社から反発を受け合同訴訟を起こされる事態になった。テキサス州地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所、合衆国最高裁判所へと審理が進められたが、最終的にはサウスウエスト航空の主張が認められることになった。1973年になると、ようやく利益を計上するようになってきた。 サウスウエスト航空は1973年1月22日よりダラスとサンアントニオを結ぶ路線の運賃を当時の通常運賃の半額である13ドルに設定することで同路線の乗客増を狙った。これに対しブラニフ航空は同年2月1日よりこの区間の運賃を同額の13ドルにして対抗してきた。しかしこの路線は サウスウエスト航空にとっては収益性の高い路線であり、絶対に負けられない路線でもあった。サウスウエスト航空は、しみったれた13ドルごときに打ち落とされる、サウスウエスト航空ではないと広告を出した上、同年2月2日より、通常運賃の26ドルを支払った利用者に、対してシーバスリーガル、クラウンドをやる。 スミの府のいずれか一本のフルボトルを無料で提供するという企策を打ち出した。この施策は航空運賃を経費として会社に請求できるビジネス客からは大好評となり、ビジネス客はこぞって26ドルを支払った上でボトルを自宅に持ち帰った。この施策が行われた2ヶ月間でサウスウエスト航空はテキサス州で最も多くのシーバスリーガル、クラウンロイヤル、 スミのフをさばいたと言われている。こうしたサウスウエスト航空の戦いを地元のマスコミはダビデとゴリアテの戦いになぞらえて取り上げ、テキサス州の住民にサウスウエスト航空が印象付けられることになった。基本方針の確立1973年事業拡大のためテキサス州リオグランデバレーへの路線開設を行うことになり、TAC にリオグランデバレーにある ハーリンゲンへの路線開設の申請を行った。1974年から開始された審議の際にも、ライバル航空会社のうちの一社である、テキサス・インターナショナル航空は、リオグランデ・バレーへの路線は必要にして十分であり、他社の参入の余地はないと主張したが、一年近い、審議の後、サウスウェスト航空の参入が認められた。この時、テキサス・インターナショナル航空は、 暫定的差し止め命令を入手しようとしたが、折しもテキサスインターナショナル航空はストライキのため満足な運航ができる状態ではなく、結局差し止め命令は発布されなかった。そして、1975年初頭から運航を開始したサウスウエスト航空はストライキの影響を受けて不便をこむっていたリオグランデバレーの住民から歓迎されたのである。さらに、この路線では、 他者との競争以上に重要な事実が判明した。サウスウエスト航空が就航する直前の1974年、リオグランデバレーとダラスヒューストンサンアントニオの3都市間を移動する旅客数は年間12万3000人程度であった。ところが、サウスウエスト航空が就航した1975年の同区間の旅客数は32万5000人にも及んだのだ。 これまで飛行機を利用していなかった利用者層がサウスウェスト航空の低運賃によって飛行機を利用するようになったのである。サウスウェスト航空の基本戦略である低運賃で頻繁に運航するという方針が正しかったことが証明され、その後次々とテキサス州への各都市へ路線を開設することになる。数年後には州内10都市を結ぶ航空会社となっていた。 なお、合衆国政府は1975年2月14日に、ライバル航空会社のブラニフ航空と、テキサスインターナショナル航空が共謀して、サウスウェスト航空を廃業に追い込もうと、サウスウェスト航空の投資銀行や仕入れ先に対して、圧力をかけていることなど、シャーマン法に違反した行為を行っていると指摘した。二社はに反論しなかったため、 罰金として10万ドルを課せられている。ライト州正法ラブフィールド空港からの州外路線開設に反対していたジムライト、会員議員、ジミー・カーター政権が1978年に航空自由化政策の導入を行ったことで、テキサス州内の航空会社として設立されたサウスウエスト航空もテキサス州外への路線展開を行うことが可能になった。ここで、 それまでのサウスウエスト航空の基本戦略であった短距離を低運賃、高頻度運行という方針を今後も続けるべきかどうかが話し合われた。その結果、基本戦略を変更せずに事業の拡大を進めていくということになった。早速、同年にヒューストンとニューオーリンズを結ぶ路線を開設し、続いてダラスからニューオーリンズの路線の開設申請を行ったが、 これに対して新空港当局フォートワース市ブラニフ航空は猛烈に反対した。反対者の中にフォートワース選出の会員議員であるジムライトがいたことからロビー活動合戦が繰り広げられた。最終的にラブフィールド空港からはテキサス州と隣接する州より遠い地点への路線開設ができないことになった。ここで サウスウェスト航空が打ち出した方針は、他社のように、ハブスポーク型と呼ばれるネットワーク形態を構築せず、保有機材であるボーイング737の、航続距離や収容力を最大限に活用し、日天間の輸送に重点を置く、ポイントトゥポイント型の輸送に徹することであった。つまり、ある程度の集客が見込める、短距離、中距離の路線を開設し、 それらの路線を相互につなげていくことでネットワークを拡大する手法を取ったのである。この方針に従い、まずヒューストン、アルバカーキ、ラスベンガス、フェニックスからの路線を開設、さらに隣接州を結ぶ路線を開設するという展開を行った。この手法は他の航空会社の採用しているハブスポーク型の路線構成によって、 混雑した空港で不便な乗り継ぎを強いられることに不満を抱く利用者層から絶大な支持を得たことからその後サウスウエスト航空の基本的な路線展開はこの方針に徹することになる最優良航空会社へこれより少し遡る1978年3月28日創業期より社長兼 CEO を務めていたミューズが辞任し後任にはユナイテッド航空で マーケティング担当副社長を務めていたハワード・パトナムが着任し、創業者のケレファーは会長に就いた。さらに、パトナムは1981年9月22日に退任し、1982年2月23日からは、ケレファーが社長兼会長兼 CEO に就任した。経営に関する全権を掌握したケレファーは、 その後のサウスウエスト航空の特徴となる3点の方針を打ち立てた。他方、1980年代の他の航空会社では他社の買収などで急激に路線網を拡大する事例が多かったが、サウスウエスト航空は大きな買収などは行わず、基本的には自力での路線展開を進めていった。また、他社では急激な路線展開の後ほどなく、 撤退を繰り返しているケースもあったが、サウスウエスト航空は基本的には一度就航した地区からの撤退はせず、着実に路線網を拡大していった。さらに他の航空会社が市場シェアの拡大を重視する中で、サウスウエスト航空は徹底的に利益を重視した経営を行った。1988年5月、 サウスウエスト航空は、米国運輸省が発表する定時運航率の高さ、手荷物の紛失件数の少なさ、利用者からの苦情の少なさの3部門について、米国の全航空会社中でトップとなった。これは、サウスウエスト航空の顧客満足度がトップクラスであるということでもあった。1989年11月からは3ヶ月、連続して3部門とも首位となったことから、 サウスウェスト航空では1990年1月にトリプルトリプルクラウンという広告展開を行った。サウスウェスト航空は一躍米国最有料航空会社として名前が知れ渡ることになる。その後、1992年から5年連続で年間を通じてトリプルクラウンとなった。さらに、1991年には米国の航空雑誌。 エアートランスポートワールドが主催する賞、エアライン・オブ・ザ・ヤーを受賞したが、国際線を全く運行していない、航空会社の受賞は極めて異例のことであった。1990年末には湾岸戦争が勃発し、燃料費の高騰により、米国の航空会社は軒並み赤字に転落したが、サウスウエスト航空は1990年代、市販機の損失を450万ドルに抑えた。 さらに、その後1994年までの景気交代の、最中で利益を計上したのは、米国航空業界では、サウスウェスト航空だけであった。この時点で、航空自由化政策による、航空会社同士の激しい競争は一段落していたが、サウスウェスト航空が、ひな形とした航空会社は、PSA やエアカリフォルリアのどちらも他社に、買収の上、吸収合併されていた。 そして、創業時にサウスウェスト航空のライバルだった航空会社も、ブラニフ航空は1982年に連邦倒産法第11章の申請を行った後に1989年に運航停止となり、テキサスインターナショナル航空はコンチネンタル航空と合併したものの、そのコンチネンタル航空は1990年に2度目のチャプター11適用申請をするありさまであった。 また、パンアメリカン航空、イースタイ航空のように、会社自体が消えてしまったり、航空会社同士の合併が多く行われた結果、航空自由化政策が行われる前よりも、航空会社の数は減ってしまっていた。サウスウエスト航空は、それらの激しい競争から常に距離を置いた状態で、成長していたのである。ダラスの対決1992年に、サウスウエスト航空が、 ジャストプレーンスマートという宣伝文句を使用し始めた直後、すでにプレーンスマートという宣伝文句を使用していたスティーブンスアビエーションは商標侵害であるとして訴え出た。しかし、サウスウエスト航空はその宣伝文句の使用を直ちにやめることも法廷で争うこともしなかった。両者のトップが腕相撲の試合を行うことで決着をつけることにしたのである。 この試合は三回勝負で二回勝った方が宣伝文句の使用権を得て一回負けるごとに五千ドルを相手が指定する事前団体へ寄付するという内容で九百九十二年三月にダラスのスポーツ用施設で行われた試合はケレハの負けとなったが試合終了後スティーブンスアビエーションのカート・ハワールド会長はサウスウエスト航空がジャストプレーンスマート という宣伝文句をその後も使用することを認めた。事前事業には合計1万5000ドルが回され、両者にとっても良い宣伝となったが、ケレファーは宣伝目的であったことを否定している。この勝負は、米国のマスコミにも、マリス・イン・ダラスという話題として提供され、当時米国大統領だったジョージ・ H.W. ブッシュからも、微笑ましいという内容の手紙が届くほどの評判に、 なった。また、サウスウエスト航空の社内では伝説として語り継がれている。さらなる事業拡大へ、この頃からは他の航空会社もサウスウエスト航空の実力を認めており、その運航形態を見習うようになる。例えば、ユナイテッド航空はサウスウエスト航空の参入によって、ロサンゼルスとサンフランシスコを結ぶ区間で大きなシェアを奪われており、 これに対抗するには、サウスウエスト航空並みの運航体系を取らなければ、ならないと判断し、1994年10月1日より、同区間において、シャトルバイ・ユナイテッドと呼ばれる別組織での運航を開始することを決めた。サウスウエスト航空は、ユナイテッド航空の動きを予想しており、シャトルバイ・ユナイテッドの計画が判明すると、直ちにかねてから合併を申し入れていた。 モリスエアとの交渉に入り、1993年12月31日に合併を決定した。モリスエアとは、路線網が重複しておらず、しかも保有機は両社とも、ボーイング737のみであったため、サウスウェスト航空にとっては、都合がよく、ユナイテッド航空との競合区間で増便を行うための航空機も用意できたのである。それまで、サウスウエスト航空は目立った。 他社買収などを行ったことがなかったが、この後他社の買収などが行われるようになる。1995年1月31日、サウスウエスト航空では電子航空券制度を導入した。これは1994年にサウスウエスト航空の航空券がユナイテッド航空、コンチネンタル航空、デルタ航空のチケット予約システムから外されることに、 なったことがきっかけで、独自の新しい予約システムを導入することになり、同時にチケットレスシステムの導入を行ったものである。2001年9月11日の同時多発テロ、発生後、サウスウエスト航空は、同年9月25日には利用促進キャンペーンの実施を発表した。同年、米国の航空会社がのきなみ赤字に転落した中、 サウスウエスト航空だけは利益を計上した。2002年からは初めて、米国大陸横断路線などの長距離便にも参入することになり、同年9月よりロサンゼルスとワシントンを結ぶ路線の運航を開始した。ワシントンでは、ボルチモア・ワシントン国際空港に乗り入れる、所要時間が5時間前後という路線であるが、使用機材は従来通りボーイング737が、 使用されるなど、これまでの路線と同様のサービスが提供される。2002年9月15日までは就航記念で、往復198ドルという運賃が適用された。2005年5月、サウスウエスト航空は、ライトはズロングと題して、ダラスラブフィールド空港の発着に関する制限をつけている、ライト修正法の撤廃を求める運動を開始した。右与曲折はあったものの、 2006年6月15日に、ライト修正法を撤廃するための法律整備に関係者が同意したと発表され、これを受けて、同年10月19日より、ラブフィールド空港からの投資運賃が設定されることになった。2005年12月8日、シカゴミッドウェイ国際空港で、サウスウエスト航空1248便は、滑走路の積雪により、オーバーラン 空港敷地外に逸脱して自動車と衝突するという事故が発生した。巻き込まれた自動車に乗っていた子供が死亡したため死亡事故ゼロの記録は途切れた。2010年7月に機械的な不具合を転載などと同様の予測不能な不可抗力による事故としてサウスウェスト航空の運送契約に基づく保証対象外の事例に追加したことは広く話題になった。ただし サウスウェスト航空の広報によると、今後も過去と同様に、機材不良などで影響を受ける乗客には、保証を行うとしている。2010年9月27日、エアトラン航空の親会社である、エアトランホールディングスを14億ドルで買収することを計画していると発表。2011年5月2日には、買収手続きを完了したと発表した。サウスウェスト航空では、 FAA が単一運行認証を発行するのは2012年頃と見込んでおり、2014年までに完全統合することを目指していると報じられた。年間輸送人員の水運行を開始した1971年は、資本金は331万8000ドル、総資産は2208万3000ドル、営業収益は213万3000ドルで、 純損失が375万3000ドルであった。2010年の決算報告では、資本金は62億3700万ドル、総資産は154億6300万ドル、営業収益は9億8800万ドル、純利益が4億5900万ドルとなっている。年間輸送旅客数は、 運行を開始した1971年ではわずか108,554人であった。その後、事業規模を拡大した結果、1991年の年間輸送旅客数は約2,521万人に増加していた。さらに2001年時点では約7,363万人と10年間で3倍近くに増加しており、2007年には、 年間輸送旅客数が1億人を超えた。なお、サウスウエスト航空では、労働争議が原因で赤字になったことは一度もない。1978年に CEO に就任したケレファーが決めたもので、ノンフリルかつローコストでありながら品質感のある航空会社にするため、以下の3点を徹底的に遵守する方針が立てられている。また、対外的にも愛を全面に出している。 ロゴマークは、ハートマークを採用し、旧カラーリングでは、すべての飛行機にもハートマークが描かれていた。公式サイトでも、ラブイズというキャッチコピーを用いているほか、自社のことを、ラブエラインズという愛称で呼んでおり、ニューヨーク証券取引所のティッカーシンボルは、ラブである。家族的な社風開放的なコミュニケーションと強い。 チームコーディネートを促進することで積極的な職場文化を作り上げている。サウスウエスト航空の人材戦略は個人の能力よりもチーム全体での成果に焦点を合わせチームの発展に向けたものである。サウスウエスト航空は業務と私生活のバランスを維持した上で従業員の共同体と家族的なつながりを維持するよう奨励している。社員同士のみならず、 社員の家族も含めたつながりを推奨しており、会社主催のパーティーには家族も招待されるほか、従業員の子供を定期的に職場に連れてくることが奨励されている。また、社内での地位に関わらずお互いをファーストネームで呼び合う習慣が形成されており、従業員が3万人を超えても一貫して家族的な社風が継承されている。社員の80%以上が 労働組合に加盟しているが、サウスウエスト航空では常に会社のシステムが柔軟に運用できるように就業条件を交渉しており、定時出発率を維持するためには本来の担当業務以外の仕事にも対応できることとしている。定時出発するために空港での荷物の積み込みを操縦士や客室乗務員が手伝うことは珍しくない。 経営陣はできるだけ現場を見て回り、その職場の業務を手伝うことで、現場感覚を身につけるように心がけている。繁忙期には CEO をはじめとする経営陣も、空港で荷物扱いなどの業務を手伝う。しかし、社員数が多くなると、すべての従業員が、経営陣と直接顔を合わせるのは困難になってきた、ため、社内向けに、役員年間アワーカラフルリーダーズを作成し、 配布している。この役員年間は CEO をはじめとする役員が仮装した写真とともに遊び心を盛り込んだ自己紹介を記しているもので1997年当時の客室上員部長はこれが我が社そのものであると述べている。独特の企業文化サウスウエスト航空は企業ポリシーとして顧客第二主義従業員の満足第一主義を掲げる。 これは不確定要素の存在する顧客よりも発展の原動力であり信頼できる人間関係を築き上げることが可能な社員を上位に位置づけているもので従業員を満足させることでかえって従業員自らが顧客に最高の満足を提供するという経営哲学を追求している。またサウスウェスト航空の基本理念をまとめた内容にはザックバランにありのままの自分で 仕事を楽しもう、自分のことに真剣になるなというキーワードがあるが、元バーガーキング CEO のバリー J ・ギボンズは、楽に構えて仕事をしろと進める基本理念は見たことがないと評している。また、従業員に対しては、失敗を恐れずに新しいことに挑戦することを推奨し、たとえ40万ドルの損失を会社に負わせたとしても、会社側では、責任者に対しては、 公格や解雇などは行わず、あらゆる手段で、東海従業員の信頼を回復することに努める。サウスウエスト航空は、従業員の採用に際して、ユーモアのセンスがあることを重要視する。これは、緊張を強いられることの多い仕事に就く人にこそ、ユーモアセンスが必要というケレハの持論によるもので、操縦士や客室乗務員、空港カウンターの従業員のみならず、 本社や中機場で勤務する従業員にも等しく求められるもので、どんなに操縦士としての技術が優れていても、ユーモアを介さない社員は、サウスウェスト航空の従業員として、不適格としている。また、客室乗務員の採用時には、サウスウェスト航空の顧客に、望ましい客室乗務員の選定を依頼することがある。乗客に空の旅を楽しんでもらうことを、 従業員に推奨しており、出発前の空港で、係員や客室乗務員によって、パフォーマンスが行われることがあり、そのためのガイドブックも用意されている。サウスウエスト航空では、従業員が顧客にへつらうことなく、良識を優先することを推奨しており、顧客が満足するための判断を、従業員の裁量に任せる方針をとっているため、 顧客を楽しませるためであれば車内規則を曲げるようなことであっても容認されることがある。ユナイテッド航空のシャトル便サービスが開始された際に空港職員が戦闘用の迷彩服を着用したり、聖パトリックの日に客室乗務員が商用生の衣装を着用して乗務したり、運航中に乗客が連れていたマゼランペンギンの機内散歩を許可したりする事例は、 すべて従業員の判断である。サウスウエスト航空の経営方針に対しては、必ずしも好意的な意見ばかりではなく、サウスウエストの従業員はふざけすぎているという当初も、ある。これに対して、サウスウエスト航空は、ポリシーを変更する考えはないと返信を送り、従業員を侮辱する顧客に対しては、今後乗らなくて結構ですと躊躇なく、だ航空会社の利用を進める。 ケレハーは顧客がいつも正しいと考えることは上司が従業員に対しておかしやすい最大の配信行為と述べている。社内では何かしらの理由をつけて頻繁にパーティーやイベントが行われる。特にハロウィンの時には社内各部署でコスチュームコンテストが行われ、本社社屋では地元の小学生などがコスチューム目当てで見学に来るという。また、 クリスマスパーティーは数回に分けて行われるが、年末の忙しい時期を避けるために7月や9月にクリスマスパーティーが行われることがある。このような社風からサウスウェスト航空へ入社を希望する者の,の中には、応募書類をクレヨンで記入したり、ワイルドターキーの瓶にラベルのように履歴書を貼ったりすることさえあるという、離職率は7%以下で、 米国航空業界でも最も低い部類に入る。制服早い時期から全部門でカジュアルな服装への移行を行っている。客室乗務員の服装は夏服の場合ポロシャツ、キュロットパンツ、スニーカーである。創業当初、客室乗務員に制服として支給されたのはホットパンツとゴーゴーブーツであった。これは創業時の主要な顧客層をビジネス客と定義し、 機内でリラックスして過ごしてもらう方法を考えた結果ホットパンツとゴーゴーブーツを着用しはつらつとした笑顔の女性客室乗務員によって提供される飲み物とピーナッツという結論となったことによる一時期フォーマルな制服を導入していた時期もあったが顧客から不満の声があったため数年でカジュアルな制服に変更されている広告戦略サウスウエスト航空は 広告戦略でもユーモアを取り入れている。ユーモアを交えながら、要点を強調することによって、ビジネス客と行楽客の双方の利用者層への売り込みを図っている。また、競争に対しては真剣に取り組むが、競争相手を苦笑させるような広告戦略を取ることがある。一例としては、ノースウエスト航空が顧客満足度がトップであるという広告を出した際に、 会社としての正式な声明として、ライアー、ライアー、パンツオンファイアーと書いた広告を出したことがある。これまでに広告に使用されたキャッチフレーズとしては、The Somebody Else, Up There Fool Loves You, Just Play and Smart, The Low Fair Line, トラファレンシーというものが挙げられる。広告は、サウスウエスト航空公式サイトでも参照可能である。また、利用者と、 直接接する従業員も会社から顧客に対する情報伝達手段の一部と捉えておりカジュアルでフレンドリーな会社のイメージを最大限に利用者にアピールすることを推奨したり本社の通路や空港のカウンターに社内で行われたパーティーの写真などを掲出しているのもその一環である。 コスト削減サウスウエスト航空ではコスト削減を人件費削減以外の方法で実行している。航空機については地上にいる時には経費を生み飛行している時に利益を生むとしており航空機が地上にいる時間をできるだけ少なくすることを目指した結果サウスウエスト航空の航空機は1日平均11時間半稼働している。このため航空機が到着すると 会一レースのピットインの時のように一斉に作業員が飛行機に近づき作業を行うことで航空機の地上滞在時間を短縮している。米国同時多発テロ以前は最低10分で折り返して出発していた。2004年時点では連邦航空局の規則に従ったため平均25分となっている。これは創業機には保有している航空機を売却することで 手元資金を確保する必要に迫られ、一気少ない機材での運行を余儀なくされた結果であるが、以後サウスウェスト航空の特徴ともなっている。多くの格安航空会社と同様、客室乗務員が清掃など複数の仕事をこなす。機内清掃については、目につく大きなゴミを拾う程度で良いとされているが、これも折り返し時間の短縮によるコスト低減を主眼としたものである。 サウスウエスト航空では折り返し時間の短縮は定時出発率の向上にも寄与するため結果的には顧客の利益にもなるとしている大都市の空港でも発着便数が少ない小さな空港を選ぶことが多い小さな空港の方が空港使用量が安いことまた空いている空港を使用することにより空港での駐機時間を減らして その分運行便を増やせることによる。フロリダ州とカリフォルニア州では燃料価格が他の州よりも高くなるため給油のタイミングにも気を使っている。機種は口述するようにボーイング737型機に統一されている。これは乗員はボーイング737を理解すれば会社の機材すべてを理解したことになるという観点からのもので整備コスト 教育コストの低減を図っている。一時的にリース機でボーイング727型機を運行したことはあるが、異なる機種の保有が非効率と判明したためすぐにリースバックされている。保有機材の25%はリース機材としているほか、整備のアウトソーシング先は部品のメーカーとすることで安全性を確保している。また、ボーイング737から300型機の 導入時には、地上作業の時間短縮を図るために、ボーイングに対して、下水排出用設備の設計変更を要請し、受け入れられている。2008年、サウスウエスト航空は、プラットホイット2社のエンジン、高圧洗浄装置の使用を契約した。航空機を搭乗ゲートに駐機した状態で、エンジンのタービンブレードから、汚れと不純物を、清掃可能なもので、頻繁に、 ジェットエンジンの洗浄を行うことにより燃費が約1.9%改善されると見積もられている。人件費サウスウエスト航空は人件費をコスト削減対象とはしていない。会社にとって最も大事な従業員に対しては高水準の賃金が支払われるのが当然という考えによるもので、レイオフについては短期的な解決策でしかない人員を削減した結果、 出発準備に手間取り遅延が発生するのは本末転倒としており、米国航空業界全体が不振に陥った時も、レイオフも言及もしない方針を貫いている。サウスウェスト航空の総運航コストにおける人件比率は41%で他の格安、航空会社より10%前後高く、デルタ航空の人件比率が44%で、あるのと比べても高い。 給与水準は大手航空会社と比較しても遜色なく、操縦士は全米3番目、客室乗務員は全米5番目、地上作業員と整備士は全米最高の給与水準であるという。なお、サウスウエスト航空では1973年以降、取締役会がそうすべきと考えたという理由により、特に賃金交渉などを行わないまま従業員。 持ち株制度と利益分配制度を導入している。1997年時点では全株式の10%が従業員保有となっており、課税前の営業利益の15%が全従業員に分配される。従業員は分配利益の25%をサウスウエスト航空の株に投資することになっている。運航乗務員や客室乗務員については、 乗務手当が支払われるが、この算出は、時間単価ではなく会社が指定した、トリップという単位を利用し、その日の移動距離に応じて支払われる。従業員の訓練期間中は無給であり、交通費などの必要経費以外は支払われないが、これは、大手のユナイテッド航空でも、同様の方法をとっているなど、サウスウエスト航空特有の話ではない。 サウスウエスト航空は、好調な時期にやりくりを行うことで不況に備えるようにしている。サウスウエスト航空は、燃料取引については、財政力を後押しとした積極的な情報収集をしている。中には、1999年から2000年代前半にかけての燃料取引についての考えが、サウスウエスト航空とは、 正反対の意見を表明していたアナリストもいた。彼らはむしろサウスウエスト航空は根拠なしに燃料価格を予測していたとしている。2008年の第3四半期では燃油ヘッジの価格より燃料価格が下落したことによりサウスウエスト航空は17年ぶりに損失を計上した。事業拡大の過程では他の航空会社の買収も行われている。 これまでに3社を買収しており、2011年現在で1社の買収手続きが完了している。買収歴、ミューズエアミューズエアを買収し社名変更したトランスター航空1985年6月25日、経営が悪化していたミューズエアを6050万ドルで買収した。買収後、社名をトランスター航空に変更し、サウスウェスト航空傘下の別会社として、 運行を行った。買収された後は、サウスウエスト航空の就航していない地区への路線展開を行ったが、1987年8月9日に運行停止となった。モリスウェア1993年12月には、米国北西部への事業拡大として、ユタ州ソルトレイクシティを拠点とするモリスウェアを1株当たり134ドルで買収した。買収後は、 完全に、モリスエアは、サウスウェスト航空に吸収合併された。モリスエアの創業者の一人であるデビッド・ニールマンは、しばらく、サウスウェスト航空に勤務していたが、ほどなく退社。後にジェットブルー航空を設立した。ATA 航空2008年に、連邦倒産法第11章の適用を受けた、ATA 航空の資産を750万ドルで購入した。これは、 それまで ATA 航空が使用していたニューヨークラガーディア空港の設備利用権利と発着枠を得るのが目的で ATA 航空保有の航空機や社員などは含まれていない。エアトラン航空2010年9月27日、サウスウエスト航空はオーランドを拠点とするエアトラン航空の親会社であるエアトランホールディングスを14億ドルで買収することを計画していると発表した。 この買収により、エアトランの拠点空港かつサウスウエスト航空が乗り入れていない最大の都市であったアトランタや新たにメキシコカリブ海、アトランタを含む38都市への乗り入れが実現する。2011年5月2日に買収が完了したと報じられ、その後合併まではサウスウエスト航空とエアトランは別々の航空会社として運航を続ける。失敗した。 買収買収による事業拡大はうまくいったケースばかりではない。フロンティア航空2009年7月30日、サウスウエスト航空は経営破綻したフロンティア航空の買収価格を1億1360万ドルと発表した。当初、サウスウエスト航空ではフロンティア航空を別会社として参加に組み込む予定であったが、最終的には合併の上で、 フロンティア航空の航空機をボーイング737に取り替える計画となった。しかし、同年8月14日には入札でリパブリックエアウェイズホールディングスに敗れた。専門家はデンバーへの事業拡大という点からサウスウエスト航空が入札で勝利すると予想していた。サウスウエスト航空では買収失敗の要因として両社のパイロット組合と合意できなかったことを 挙げている。本社サウスウエスト航空の本社は、テキサス州ダラスのラブフィールド空港敷地内にある。創業当初は、ダラス市内のビルに本社を設置していたが、1990年に現在地に移転した。その時点で、23,800平方メートルの敷地に、約650人の従業員が勤務していた。現在の建物は1,500万ドルをかけて、 建設されたが、その時に設計を担当したのは、テキサス工科大学を卒業したばかりの新入社員で、これもサウスウエスト航空の飲酒にとらわれない姿勢の現れとされている。1995年には本社を5600平方メートル拡張している。2006年時点では、約1400人の従業員が3階建ての社屋で勤務していた。 1996年3月3000万ドルを費やして既存の本社敷地に追加する形で2万8000平方メートルの拡張を行うと発表した。1996年3月13日にはこの工事はダラス市議会で満場一致で可決された。サウスウエスト航空では合計4ヘクタールの土地をダラス市から借り受け本社拡張と同時に パイロット訓練施設の建設と駐車場の増設を行った。これらは当初予定通り1997年3月に完成した。パイロット訓練施設が移転し、本社は北側に拡張された。毎年冬にはサウスウェスト航空の就航都市に在住する飛行機運賃を支払う視力のない高齢者を対象に、ホリデーにはホームへキャンペーンを行っている。対象者が 故郷に帰って、身内と会うことを支援するもので、無料の航空券が提供される。1986年と1987年には、当時の大統領だったロナルド・レーガンから表彰されている。1985年以降、難病の子供とその家族を支援するための宿泊施設、ドナルド・マクドナルド・ハウスへの支援活動を行っている。単純に寄付するだけではなく、 従業員有志が月例夕食会やクリスマスパーティーを開催するという内容で1994年にはハウスに多大な貢献をした会社として表彰されている。サウスウエスト航空はテキサス州における高速鉄道の建設に反対している。サウスウエスト航空のボーイング737。 ボーイング737から700ボーイング737から800ボーイング737から8マックスボーイング車線航空機のサウスウエスト航空顧客番号は H4 で自社発注機材の形式名は737から 3H4、5H4、7H4 となる。同社はボーイング737型機を世界で最も多く保有する航空会社である。 また、737から 300NG MAX のローンチカスタマーであり、これらの737ファミリーを世界初就航させた航空会社でもある。同一機種を300機以上揃えている航空会社は世界中を探してもサウスウエスト航空以外には存在しない。ボーイング737型機の生産5000機目の機体もサウスウエスト航空に就航している。 2010年末現在、同社は548機の航空機を保有し、そのすべてがボーイング737シリーズである。なお、1985年から1987年にかけて、サウスウェスト航空の参加だったトランスタ航空は、マクドネルダクラスの DC-9 と MD-80 シリーズを運用していた。2007年末現在、同社機材の起動しは、 平均約9.7年であり、1日の飛行回数は1機あたり平均約7回である。1日平均の1機あたりの運用時間は8時間30分から11時間30分程度である。2010年にボーイング717シリーズの世界最大規模のカスタマーであるエアトランを買収することが決定し、同シリーズもサウスウェスト航空の機材として 組み込まれることが決定しているため、合併後はボーイング737シリーズとボーイング717シリーズの2種類を保有することになると見られており、アトランタに存在するエアトランの航空機メンテナンス施設についても、サウスウェスト航空ではボーイング717専用の基地としてアトランタのハンガーを存続する方針であった。しかし、2012年5月22日に、 エアトランは保有しているボーイング717型88機をデルタ航空にリースすることで合意したと発表された。なお、エアトランではビジネスクラス設定や座席指定サービスを導入しているが、サウスウェスト航空ではこれまでと同様に単一クラスで自由席というサービスを行うことになっているため、エアトランの保有機は2012年頃から順次。 オールエコノミー仕様への改修とカラーリングの変更が行われる予定としていたがほとんど仕様変更を前にデルタに転籍していてサウスウエスト機としてはほとんど運用されていないと見られるすべてのボーイング737型機にはヘッドアップディスプレイを装備しているまた737から700型機は2機を除いてブレンデッドウィングレットを装着しており 飛行距離に関係なく3%から4%の燃料節約を可能にしている。2007年12月以降、737から300型機は順次退役が行われることになったが、気年の若い737から300型機は、グラスコックピット改装により737から700型機との互換性を保ち、GPS を含む、 広報制度要件を満たすシステムとする。2004年時点では、すべての機材を737から700型機に置き換える計画があったが、2010年12月15日、ボーイング737から800型機を70機導入する計画を公表した。2011年に運行中の737から300型機の客室部分に穴が開き緊急着陸し、 同型滝を緊急検査したところ、他3機にも同じような亀裂が発見され、同事故により、FAA から同シリーズに対する耐空性改善命令が出されたことにより、車内での機種交換がさらに加速している。2012年3月から737から800型機の納入も始まり、同型機は LED 照明等を搭載した新内装。 スカイインテリアを装備している。2014年には、受領済みの 737NG シリーズが装備、できる 737MAX シリーズと同じ型のシミタールウィングレットを発注した。2015年頃からは、エアバス機への切り替えや、運用困難など理由に手放した737から700を同社が大量購入している。エアバス機、 737から900などへ交換した、ライアンエアー、ターキッシュエアラインズ、ジンエアー、ティーウェイ航空、ウエストジェット、中国東方航空からリース及び購入した、中古機材。経営破綻した、トランスアイロ航空も、ボーイングフィールドに集結指導者のフリートに加わった。 2011年12月13日にボーイング 737MAX 型150機の確定発注をしたことによりボーイング 737MAX 型のローンチカスタマーとなった150機という発注数はボーイングの旅客機では最大規模である2018、19年と立て続けに大型発注していた 737MAX が 操縦系統機員と見られる事故を起こして、世界的運行停止され、同社は同様なトラブルが複数回確認されていたが、社内でトラブル時の回避策が共有されていて、大事に至っていなかったが、運行停止による影響で2020年5月には2021年までに予定していた123機を受領を、COVID-19 流行もあり受領先の場所を決定した。 同年10月に FAA による運行停止は解除され、2021年3月に同社は発注打ち分けを変更し、737MX7 が200機、737MX8 が149機で2031年までの確定発注し、MX7、8選択可能なオプション契約を270機として、 マックスシリーズ最大628機が2031年までに引き渡される見通しで、同時に経年化の進む737から700、から入れ替え引退を促進して運行コストや CO2 排出量を削減するとした。サウスウェスト航空の初期のカラースキムは、サンドゴールドにオレンジと赤のストライプが入り、白のピンストライプが各色の境界に入るもので、 サウスウェストの文字が垂直尾翼のサンドゴールド部分に入っていた。このデザインはフライングバナナと通称されていた。2001年1月16日、会社創立後30年目にして初めてカラースキムが変更された。ベースカラーをサンドゴールドからキャニオンブルーにサウスウェストの文字とピンストライプを金色に変更した。 オレンジ色と赤色のストライプは継承されているが、各色の境界のピンストライプは、旧カラースキムでは直線だったものが、緩い曲線を描くものに変更された。ブレンデッドウィングレット装備機では、ブレンデッドウィングレットのストライプの中にサウスウェスト・コムと文字が入る。2007年末までに、すべての機材のカラースキム変更は完了した。2014年には、CI の変更とともに、 大幅なカラースキムの変更を行った。機体は原則として、キャニオンブルー一式都市、新ロゴマークが、機体に、また、同社の象徴であるハートをモチーフにした新シンボルは、ロゴマークでは、ドットの部分に、また、機体腹部に塗装される。前期の塗装変更完了には、おおむね7年程度を要すると発表している。特別塗装機いくつかの飛行機では特別な、 カラースキムが施されている。初の特別塗装機は、テキサス州の水族館、シーワールドの宣伝用として1988年5月に登場したもので、機体全体にシャチのペイントを施した特別塗装機、シャムワンを運行させたものである。これは日本でマリンジャンボが登場するより5年ほど早い。その後、当時シーワールドを買収したアンハイザーブッシュの 経営者がこの手法を高く評価したため2機が追加された。愛称のサムはシーワールドで人気を博しているシャチの名前から取ったものである。サウスウェスト航空とシーワールドの提携解消により2014年を最後に運行を終了し通常を塗装に戻されている。創立20周年を迎えた1991年には テキサス州の周期をデザインしたローンスター1を登場させ、以後ネバダ州、カリフォルニア州、アリゾナ州、メリーランド州、ニューメキシコ州、フロリダ州、イリノイ州の周期やイメージをペイントした木を地域密着運営の一環として登場させている。2005年には NBA のオフィシャルエアラインとなったのに伴い、バスケットボールを期待に描いたスラムダンク1も登場した。また、 サウスウエスト航空の創立25周年を記念したシルバーワン、米国運輸省から定時運行率、苦情の少なさ、手荷物扱いの正確さの3部門で1位となったことを記念したトリプルクラウンワンなど自社の祝い事での特別塗装機も登場させている。2009年には期間限定でイスラエルのファッションモデル、バー、ラファエリの水着姿を大きくラッピングした機も 登場させた。他の米国の大手航空会社がハブスポーク型と呼ばれるネットワークを持つのに、対して主に米国の地方空港同士を結ぶポイントとポイント型の航空網を持っている。これはダラス・フォート・ワース国際空港の開港時にサウスウェスト航空の拠点であるラブフィールド空港からは隣接する周囲円の路線を運航することができないという、 法律が制定されたことが発端で、サウスウエスト航空では隣接する修道士を結ぶ路線を展開した。ただし、多くの路線が集中する一部の空港で便宜的なハブ機能を有する事例はある。サウスウエスト航空の路線展開は、資金が潤沢にあり、利益が出ると見込める時に限って行われ、決して会社の体力に対して背伸びをするようなビジネスは展開しない。また、 就航路線の決定の際には、綿密な事前調査を行い、需要があるにもかかわらず、供給不足で運賃が高いと判断される都市には、就航可能なタイミングを逃さないように準備を行う。基本方針として、片道 650km 前後で所要時間1時間程度の短距離区間の輸送を守備範囲としており、着陸量などが低く都市部に近く便利な二次空港に、 乗り入れることが多い。例えば、シカゴでは、オヘア国際空港ではなく、ミッドウェイ空港に、ヒューストンでは、インターコンチネンタル空港ではなく、ホビー空港に、同社の拠点であるダラスでも、ダラスフォートワース国際空港ではなく、ラブフィールド空港に発着している。ただし、 十分な利益が見込めると判断された場合は片道 2000km 以上の中、長距離路線の運行も行い、最も効率よく航空機を活用できる空港であると判断された場合には、ロサンゼルス・ラスベガスではそれぞれロサンゼルス国際空港、マッカラン国際空港など他社と同じ大空港に乗り入れるなど、必ずしも基本方針には固執せずに柔軟に対応している。 デンバーからは一度撤退したが、後に乗り入れを再開した基本的に一度就航した。地区からの撤退はしないが、コロラド州デンバーでは、不安定な天候と過度な混雑により遅れが多発したことや、デンバー国際空港の開港と同時に、市街地に近いステープルトン国際空港がハイミナトとなった際に、空港利用量が高く、サウスウェスト航空のビジネス形態に合わず、 低運賃が実現できないと判断されたため、1986年に撤退している。その後、2006年からは、デンバー新空港に乗り入れを再開している。サウスウェスト航空の乗客の80%は、地元の利用者で乗り継ぎなどを行う利用者は、全体の20%に過ぎない。これは、他の航空会社と比較しても高い数値である。 2011年3月27日現在、サウスウェスト航空は1日3300便を運航し、37周72都市に乗り入れている。最新の乗り入れ空港は、2011年3月27日乗り入れを開始したニューアークリバティ国際空港である。1979年までに、 サウスウエスト航空は、テキサス州のエルパソ、アマリロ、コーパスクリスティ、ハーリンジェン、ラボック、ミッドランド、オデッサへの路線を開設していた。各週間を結ぶ路線は1979年のニューオーリンズ乗り入れ、1980年のアルバカーキ乗り入れが最初で、その後すぐにオクラホマ式とタルサへの乗り入れが開始された。1982年には、 フェニックス、ラスベガス、サンディエゴの3都市への乗り入れで米国西海岸に進出。1985年3月にはシカゴミッドウェイ空港とセントルイスへの乗り入れにより、米国中西部へも進出した。2008年11月にサウスウエスト航空は以前に ATA 航空によって使用されていたラガーディア空港での14の発着枠の購入を申請し、 1> 約1ヶ月後に承認された。その後、2009年3月の下旬に計画が立案された。同年4月前半に14の発着枠だけであるにもかかわらず、1日16回の発着便の戦略的な計画があると発表された。2009年6月28日にサウスウエスト航空はラガーディア空港での業務を開始。 さらに目的地を増加させることにより業務拡大を目指している。2009年2月、サウスウエスト航空はボストンローガン国際空港への運航を同年秋に開始すると発表。同年8月16日より、シカゴミッドウェイ空港とボルチモアワシントン国際空港へ、それぞれ5往復ずつの運航が開始された。サウスウエスト航空ではニューハンプシャー州、 マンチェスター・ロード・アイランド州プロビデンスへの運行の補助的な意味合いもあると説明している。また、この都市の地元市、ボストン・ヘラルドは、今後ローガン空港での搭乗ゲートを2つ追加することも選択肢に上っていると報じた。サウスウエスト航空では、ボストン在住のビジネス利用者に対して、低運賃の航空券を提供できることを期待している。2009年10月、 サウスウエスト航空はフロリダ州パナマシティの近郊に存在するノースウエストフロリダビーチ国際空港からボルチモアワシントン国際空港、オーランド、ヒューストンホビー空港、ナッシュビルへの路線開設を発表し2010年5月24日より運航開始した。2010年5月11日にはサウスカロライナ州のグリーンビルスパータンバーグ、 国際空港とチャールストン国際空港への乗り入れを表明し、2011年3月13日より、両空港からボルチモアワシントン国際空港、オーランド、ヒューストンホビー空港、ナッシュビル、シカゴミッドウェイ空港への直行便の運航を開始。2010年8月27日、サウスウエスト航空はニューアークリバティ国際空港において、 コンチネンタル航空とユナイテッド航空の合併に伴い合衆国司法省によって剥奪された36回分の発着枠を受けることになったと発表した。同年10月28日には2011年3月27日よりリバーティ空港からシカゴミッドウェイ空港へ6往復、ランバートセントルイス国際空港へ二往復の直行便を運航すると発表した。さらに、 2011年6月5日には、ボルチモア・ワシントン国際空港とデンバーに3往復ずつ、ヒューストンホビー空港とフェニックスに2往復ずつの運航を開始する予定である。2011年1月現在、サウスウエスト航空は、米国外が目的地となる直行便の運航は行っていない。サウスウエスト航空の利用者が、米国外へ向かう場合の手段として、 他の航空会社とのコードシェア便によるサービスを提供している。なお、2011年5月2日に買収を完了したエアトラン航空はメキシコとカリブ海などの目的地への国際線の運航が行われており、エアトランとの合併は国際線進出への画期的な機会と報じられている。運航中過去に実施されていたモノ客席はすべてエコノミークラスで定員制自由席で、 指定席ではない。電子航空券制度を採用しており、紙の航空券は発見されない。他航空会社との乗り継ぎのための時間調整は行わず、荷物転送もしない。2011年に買収したエアトランでは、ビジネスクラス設定や座席指定サービスが提供されているが、サウスウェスト航空への統合と同時に、 単一クラスで自由席というサウスウェスト航空本来のサービス内容に統一される。搭乗手続きが行われた順に ABC という搭乗グループに分類され、AB グループはさらに1番から60番までに分けられ、搭乗券にはそのグループ番号が記載される。2000年頃までは搭乗券は色のついたセルロイド板で搭乗時に回収して再利用されていた。 座席の指定は行われない。出発24時間前からオンラインチェックインも可能。搭乗口付近には搭乗グループ別に案内表示があり、搭乗時刻前に指定された案内の位置に並び、順番に搭乗する。機内放送は突飛なもので知られており、時には客室乗務員が歌を歌う。客室乗務員がハットラックに隠れて乗客を驚かせたり、 緊急時の案内アナウンスやデモンストレーションを乗客の中から募って実施してもらったりすることさえある。おおむね好評であるが何人かの旅行評論家は不快で押し付けがましいとしている。機内サービスについてはドリンク類やプレッツェルは提供されるが機内食のサービスはなかった。これはその分運賃を安くした方が乗客は喜ぶというポリシーによる。 近年は長距離路線でナビスコ社製品のスナック類が提供されている。ソフトドリンクとスナック類は無料、アルコール類は有料であるが、ポイントサービス、ラピットリワーズ会員はポイントをドリンクバウチャーと交換できる特典もある。普段は有料となっているアルコール飲料は祝日、バレンタインデー、ハロウィンなどの時期に無料で提供されることもある。 ドリンクサービスはカートに何種類もの飲み物を準備して、巡回する方式ではなく、個別に注文を受けてからギャレーで準備して、トレーで再度客席に持ってくるという、テイクオーダー方式で、有料のドリンク類は、その都度代金を徴収する。これは、飛行時間の長短にかかわらず、たとえ飛行時間が30分程度でも同じである。また、飛行時間の長短にかかわらず、 おかわりのオーダーも確認するが、飛行時間35分でのおかわりオーダーは、もはや、ミラクルとも評されている。機内機内エンターテイメント装備は全く導入していないが、機内紙は用意されている。ボーイング737から700型機では、3人掛け、座席の中央列の座席背面に AT、AT&T のクレジットカード式機内電話が設置されている。 格安航空会社ではあるが、機内の座席配置は標準的なもので、特にシートピッチを狭くして定員を増加させるようなことはしていない。2009年2月から行われたテスト運用の後、サウスウエスト航空は2009年8月21日に衛星通信による機内無線 LAN ブロードバンド接続のサービスを開始すると発表した。2010年の第1四半期から、 全保有機に対して装備していく計画である。機内紙は、クラウド級マガジンがある。サウスウエスト航空は、自社公式サイトで販売する運賃はツアー型の、運賃を除くと3種類だけ、という強烈にシンプルな体系を貫いている。モットーとして、何も隠し事のない低運賃、それが、運賃の透明性、を掲げている。これは、隠された、料金、 手数料が一切ないことを意味している。今日日、多くのアメリカにある航空会社が旅客の預け荷物に対して料金を徴収しているが、サウスウエスト航空は旅客1名あたり2個までの荷物を無料で預かる方針を貫き、多くの旅客の指示を得ている。また、ペットの持ち込みは規定のサイズの範囲に収まるサイズのペットキャリアに入れた状態であれば、 追加料金を支払うことで機内への持ち込みが可能である。サウスウエスト航空では機内への持ち込めに適したサイズのペットキャリアの販売も行っている。予定の変更は予約便の出発10分前までに手続きすれば、運賃の差額だけで変更が可能であり、区間の変更も認められている。さらに、 キャンセルしなければならない事態に陥った時には、運賃相当額が一年有効の利用券として戻され、サウスウェスト航空の航空券か、自社直営の旅行パッケージ、サウスウェストバケーションズの支払いに充てることができる。以下のようなオプションも存在する。ラピットリワーズは、サウスウェスト航空のマイレージプログラムである。1996年4月25日から運用を。 開始した。サービス開始当初は1フライトごとにクレジットが2つ加算され1年以内に16クレジットを獲得することで無料航空券が得られるというシンプルなものであった。この無料航空券は特に区間の指定がなく全路線に有効なものであった。2011年3月1日からプログラムの内容は大幅に変更された。変更後のプログラムでは 搭乗マイル数ではなく、航空券の運賃本体額によって、ポイントが加算される。エリート資格については、以下の通りである。いずれも、歴年1年間の搭乗実績により、ステータスが決定されるルールになっている。e ージージェットサウスウェスト航空をひな型とした、事業戦略を取る、格安航空会社の一つ。サウスウェスト航空は格安航空会社として、 印象付けられ、そのビジネスモデルは世界中に波及している。以後設立される多くの格安航空会社は、サウスウェスト航空をひな型としているという。特に、事業戦略として搭乗ゲートでの折り返し時間を短縮する点は、従業員の高い生産性や航空機のユニットコスト低下と結びつけられている。ヨーロッパのイージージェットやライアンエアーは、 この事業戦略を実施していることで知られている。特に EG ジェットはその社風に至るまでサウスウエスト航空と共通した戦略である。またサウスウエスト航空のビジネスモデルが踏襲されている航空会社としてはカナダのウエストジェット、マレーシアのエアアジア、リチャード・ブランソンがオーストラリアで運航するバージンブルー、カンタス航空が運営するジェットスター、 フィリピンのセブパシフィック航空、ダイのノックエア、メキシコのボラリス、トルコのペガサス航空などが挙げられる。ただし、ライアンウェア、エアアジア、ジェットスターについては、サウスウェスト航空とはやや方向性は異なっている。米国の航空雑誌、エアトランスポートワールドが主催する賞である、エアラインオブザイヤーを1991年と2003年の2回受賞している。 米国のビジネス誌、フォーチュンは、1997年に、サウスウエスト航空に対して、米国で最も働きがいのある会社、米国で6番目に尊敬される会社、世界で3番目に尊敬される会社と評価している。2012年6月、スイスの航空輸送格付け機関である、エアトランスポートレーティングエージェンシーは、世界で最も安全な航空会社を公表したが、 公表された10社の中にサウスウエスト航空も含まれていた。国際線を運航しておらず、日本の空港に飛来しないため日本での一般的な知名度はほとんどなく、格安航空会社の代名詞であることや、機内サービスのピーナッツ、ユニークな客室乗務員などの断片的なイメージが言及されているに過ぎないが、航空ファンや航空関連ライターからは、 米国最有料航空会社や世界最強の LCC、現時点における理想のエアライン像とも評されている。サウスウエスト航空では乗客が死亡した事故が一件発生している。今のところ航空機が墜落した事故は存在しない。滑走路、逸脱2005年12月8日のオーバーラン事故、機体破損事故後の345便シーズン6第1話。 シャッタードインセカンズの最後にサウスウエスト航空が検査を怠ったために罰金を課せられたことが触れられている。ABCDEFG インベスターリレーションズアニュアルレポート、サウスウエスト航空公式サイト2011年4月17日閲覧 ABCDEF 中島 P158 フライバーグ P17 ハト ABC 秋 P94ABCDE10 イン P13ABCDEFGHIJKLMN 中島 P159ABCD 画集 P250AB ホリスティックセーフティーレイティング2012エアートランスポートレイティングエージェンシー公式サイト h t t p コロンススララッッシシュュ w w w a t r a a r r o スラッシュニ<ッ>ューススラッシュコ<ッ>リスティックセーフティーレイティング2012-82012年6月27日閲覧 AB 世界で最も安全な航空会社トップ10社は欧州北米勢 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルスラッシュエコノミースラッシュ2884002スラッシュ91121162012年6月27日閲覧。abcd2flybackp29 abcdefghijklitp33abc ABC 世界で最も偉大な経営者 b ABC b p 1 4 a b c d e f l y b a ク k p 3 0 a b c d e f g f l y b a c k p 3 1 a b c f l y b a c k p 3 2 a b c d f l y b a c k p 3 3 フライバーグ P34AB フライバーグ P36ABC フライバーグ P35WAT APC フライバーグ p 5 8 a p c d f フライバーグ P59ABCDEF フライバーグ P37WAT APCDEF フライバーグ p 3十八フライバーグ P429APC フライバーグ P20 a p c d e f r a i b a r g p 3 a b c d e f r a k p 9 5 w a t a p, p c d e f r a i b a r g p 4 9 a b c d f r a i b a p 5 0 f r a i b a r g p 5 2 a b c d f r a i b a r p 5 3 f r a i b a r g p 5 4 a b c d f r a i b a r p 4 0 a b c d f r a c b a r g p 4 1 ハット ABCDEFGHI フライバーグ P51ABCDEFG フ,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 フライバーグ p 4 7ハット a b c d e フライバーグ p 4 0 h a b フライバーグ P42AB フライバーグ P70ABC フライバーグ P43 フライバーグ P44ABCDEFG フライバーグ P428ABCDE 谷川 P63 abcdfghij フライバーグ p313 abcde 谷川 p64 四位0イン b12ab フライバーグ p85 フライバーグ p86 画集 p123 画集 p127 画集ピアニッシモ162から163画集 p59 谷川 p13ab フライバーグ p302abc ギボンズ p169 ABC フライバーグ P303ABC フライバーグ P304ABC ベストセラージェット P73AB フライバーグ P173 フライバーグ P174 サウスウエスト2フライヤーズレッツキープムービングフォワードサウスウエスト航空公式サイト http://phx.co-r-p-o-r-a-te-ir.net-phenix.z-html.c=92,562&p=01&id=531,454&highlight=2011 年4月2日閲覧、er。ab 谷川 p65 ハット ABCD イタニカー六6 6サウスウェストエラインズイネシーズイッツファーストノンストップトランスコンチネンタルフライズサウスウェスト航空公式サイト http://phx.co コロンススララッッシシュュ rporate-ir.net スラッシュフェニックス .zhtml c イコール九万二千五百六十2アンド p イコールなれに ID イコール5315332011年4月2日、閲覧。サウスウェストエラインズインバイツパブリック通世、ライトアメンドメントイズロング、サウスウェストインペロイスラリービハインドアンチ、ライトアメンドメントウェブサイト、サウスウェスト航空公式サイト、 http://phx.co-r-p-or-ate-ir.net-phenix.zhtml.c=92,562&p= イールニューザーティコロ &id=76,472& ハイライト =2011 年5月9日閲覧。 Southwest Airlines Invites Public 通詞 ,Light Amendment Is Long,Southwest Imperial lo Is Larry Behind Anch,Light Amendment Web Site,Southwest 航空公式サイト ,http://phx.co-r-p-o-r-a-te-i-r.net, スラッシュフェニックス .zhtml, シーコール 92562& p イコールいろるニューザー,アーティコル&、id イコール七十万六千四百七十二4 7 2ハイライトイコール二千十一年五月九日閲覧。サウスウェストエラインズインバイツパブリック通世、ライトアメンドメントイズロング、サウスウェストインペロイスラリービハインドアンチ、ライトアメンドメントウェブサイト、サウスウェスト航空公式サイト、 h t t p p h x c o r p o r a t e i r n e t フェ e n i x z h t m l c 9 2 5 6 2 p イールニューザーティコル i d 7 6 4 7 2ハイライトイコール2 0 1 1年5月9日閲覧 .ab、サウスウェスト。 ブレイクダウンイズナウアンアクトオブゴッド、アリゾナデイリースター。2010年7月27日。閲覧。ABC、米サウスウエスト航空、エアトランを買収へ。ウォールストリートジャーナル日本版。2011年4月4日閲覧。サウスウェストエラインズクロゼスアクイジションオブエトラン、ホールディングズ、インク、サウスウェスト航空公式サイト。 Http h t t p p h x c o r p o r a t e i r n e t p e n i x z h t m l c 9 2 5 6 2 p イロルニューザーティコール &id==1557,894& ハイライトイ =2011 年5月9日閲覧。abcdefg 3ー e a r s スはエトランインテグレーションザマグローカンパニーズアビエーションウィーク2011年5月9日閲覧 AB フライバーグ P403 ABC リタ BTS トランスタッツユナイテッドステーツデパートメントオブトランスポーテーション2011年4月17日閲覧表の中からエアキャリアスタティスティックス U.S. キャリアーズを 選択し、次の画面で、T-100 マーケットを選択、パッセンジャーズのアナリシスを選択すると、入力画面が出てくるので、フィルターカテゴリーズを、エリニート、フィルターイヤーズを選択して検索する。AB、世界で最も偉大な経営者、p 十六 a b c バンバー、グッチョブ、ギトル、JH、コハン、TA& フォン・オーディン・フリッチ、 A2009、アップインザイア、ハウエラインズ、キャンインプルーブパフォーマンスバイエンゲージングゼア、インペロイスコーネルユニバーシティプレス、ニューヨーク、デジインピー5 0フライバーク P186、フライバーク P104、AB フライバーク P80、フライバーク P81、イッチュインピ P66、フライバーク P345、 ハットエビフライバーグ P252 イジュイン P52 イジュイン P14 フライバーグ P190 ギボンズ P170 フライバーグ P169 フライバーグ P170 イジュイン P31 イジュイン P34 エビイジューイン P29 イジュイン P30 エビフライバーグ P255 フライバーグ P351 フライバーグ P188 ABCD フライバーグ P248AB 世界で最も偉大な経営者 P15 フーセットペンギンズクドゥントフライバードコゼスースターズヒーロームズルズオン A パッセンジャープレーンデイリーメールオンライン2011年4月4日閲覧テクテク歩く機内ペンギン旅客機の通路に現れた陳客に喜ぶ narinari.com2011 年4月4日閲覧一応イ,イン p 1 0 3 a b フライバーグ p326ab フライバーグ p226 フライバーグ p225 フライバーグ p95 フライバーグ p247 月間エアライン通貫254号 p18abcdefghi 中島 p160 Ab フライバーグ p 三百十七、フライバーグ p 三百十六、ギボンズ p 百七十三。フライバーグ p 三百二十。http コロンスラッシュ、swww。transferncy e。com スラッシュ。二零一六年十二月八日閲覧。アワー・アドバタイジング。サウスウエスト航空公式サイト。二千十一年四月二十一日閲覧。 フライバーグ P318、八十イン P51、ABCDEFGH 中島 P162、二十イン P37、七十イン P39、ABCDEF フライバーグ P76、AB フライバーグ P78、ABC ホッタ P57、ハット、サウスウェストイーコパワープレス、リリースジューン11、2008ランスフォード、ゼーリン、エラインズディップイントゥ、 ホットウォーター2セーブジェットフュエルウォールストリートジャーナル11十2008 B1 ABCD フライバーグ P129 イジュイン P85 イジュイン P86 イジュイン P87 サウスウェストエラインズフュエルヘッチングパーシャスプロフィッツ USA Today http w w w u s a d a y c o m トラベルフライズ 2007から04から19サウスウェスト、ポスファーストクォータープロフィット NHTM2010 年5月23日、閲覧。経営日比、デビット、エラインズザットヘイジドアゲンストフューエルコススリープ、ベネフィッツ。 ザワシントンポスト h t t p コロンスラッシュスラッシュ w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  a s h i n g t o n o s t c o m スラッシュ wp-dyn s ラッシュコンテントスラッシュアーティクルスラッシュ2005スラッシュ10スラッシュ20スラッシュ a r 2 0 0 5 1 0 2 0 1 9 6 7ト html2010 年5月23日閲覧 サウスウエストエラインズ・ゲインズアドバンテージ・バイ・ヘッジング・オン・ロング・ターム・オイルコントラクツインターナショナル・ヘラルド・トリビューンハット・カルロス・ブランコジェイレーマン &N シモダエラインズ・ヘッジング・ストラテジーズザ・シェア・ホールダー・バリュー・パースペクティブ http://www.blackswanrisk.com スラッシュ pdf スラッシュ2005ユーロマニーヘッチングエラインズ pdf 2011年3月29日閲覧サウスウェストエラインズポストファーストロスイン17イヤーズアソシエーテッドプレス MSNBC http://www.msnbc.msn.com スラッシュ id スラッシュ27213286スラッシュ歌手 p208 モリストラベルサービス llc fundinguniverse.com ファンディングユニバース llc 2011年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ 2011年1月12日閲覧。インディ c e,、A T T L e T I、m b e r 1993サウスウェストエラインズヘデッドバイハーブケラハーアクワイドモリスエアーエタイムラインオブサウスウェストエライズアットエグランスセータイムラインオブサウスウェストエラインズアットエイグランスセータイムエスドットコムアソシエーテッドプレスオリジナルの2011年1月12日時点におけるアーカイブ http://www.webcitation.org/govhaqabl2011 <ッ>年1月12日閲覧。アクワイヤーズ、モリスエアーツエクスパンドイントゥーザパシフィックノースウェスト、ピーターソン、バーバラエス、ブルーストリーク、インサイドジェットブルー、ザープストとザットロックドアンインダストリー。 ポートフォリオハードカバー、ISBN1 から591840589、コミューパート、アンドリュー、ラグアディアザターゲットインサウスウェスト ATA ビット、aviationweek.com、ザマグローカンパニーズ、インク、2011年1月12日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2011年1月12日閲覧。 サウスウェストエラインズハズメード A7.5 ドルミリオン、ビットフォー a, million. For a carrier t a エラインズソルリーツオブテインザドーマントキャリア S14、スロッツアットニューヨークラグアリアエアポート、ヒアズホアットイットミーンズ、lowfaresfarther.com。サウスウェストエラインズ CEO、2011年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年1月12日閲覧。エトランセルブス38エアポーツノットサーブドバイ、サウスウェスト、サウスウェスト CEO リスクスキープイット、シンプルストラテジー2リーグナイトグロース。ブルームバーグドットコムブルームバーグ LP2011 年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年1月12日閲覧。 モリスエアーイン1993三方百三3 4ドルミリオンイン。ストックミューズエアーイン1985五方六60.5ドルミリオンイン。ストックキャッシュ。ハットスミス。アーロン。サウスウエスト2アクアヤエトラン、マネー .cnn.com。ケーブルニュースネットワーク。2011年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年1月12日閲覧。 サウスウェストエラインズプランズ2アクアイエトラン、ホールディングズー1 4ドルビリオン、ザエラインズセットオンマンデー、インテグレーションアップデート、lowfaresfarther.com。サウスウェストエラインズ CEO、2011年1月12日時点の、オリジナルよりアーカイブ、2011年1月12日閲覧。 appears likely that closing will occur in the second quarter of 2011ハットコミューパートアンドリューサウスウェストオファーズ170ドルミリオンホーフロンティア aviationweek.com The Magro Companies Inc. 2011年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年1月12日閲覧 サウスウェストセット・イット・サブミテッドエイビット・オブ・アバウト170ドル・ミリオン・ホー・フロンティアハット・シー・タラマンデーパリパブリックウィンズ・フロンティア・オークション・オーバー・サウスウェストロイター .com トムソン・ロイター2011年1月12日時点のリパブリックウィンズ・フロンティア・オークション・オーバー・サウスウェストオリジナルよりアーカイブ2011年1月12日閲覧 リパブリックエアウェイズホールディングズオンイッツビットツーバイバンクラップットフロンティアエライインズホールディングズインク FRNTQ PK4 百0 8 7 5ドルミリオンアフター AD ロングオークションインバンクラップシーコートレートサーズデーハット AB ファクトシート SOUTHWEST.com サウスウェストエラインズ CEO 2011年3月19日閲覧 サウスウェストカレントリーアパーイズ547ボーイング737ジェッツ2010年9月30日現在サウスウェストエラインズコーポレートヘッドクォーターズラブフィールドダラスサウスウェストエラインズリリーブドオンフェブラリー18 2010ワールドエアラインディレクトリフライトインターナショナルマーチ20 1975 503 AB サウスウェストエラインズ、ツーエクスパンドヘッドクォーターズトレーニング、ファシリティーズニアラブフィールド、ビジネスワイヤ、マーチ13、1996、リリーブド、オンマーチ4、2010、サウスウェストイールレポートスリムプロフィット、ザ、ダラスモーニングニュース、エイプリル26、1990、リリーブド、オンマーチ4、2010、ミスター・ケラハー、フー、 メイドヒズリマークスアットザオープニングオブザヤーライン S ニュー15ドルメディオンヘッドクォーターズファシリティアットダラスラブフィールド AB フライバーグ P160D クリストファーテリーマクソンサウスウェストツーアナウンスエクスパンションアットラブフィールド72ドルメディオンプロジェクトウッドアドジョブズバットノーモアフライツザダラスモーニングニュースマーチ131996リリーブド on February 18, 2010, Southwest Airlines Expands, It's Corporate Headquarters to Prepare for the Next Century.Business Wire, December 11, 1996, Relieved, on February 18, 2010, Maxon, Terry, Council Axe Southwest, Landry's Headquarters Edition, トレーニングセンタープランド The Dallas Morning News, マーチ14、1996、リリーブド、オンフェブラリー18、2010、AB フライバーグ P291、フライバーグ P292、フライバーグ P294、レールウェイエージ、テキサス TGV コープ、ウィンズファンディングリプリーブ、レールウェイエージ、オリジナルの2012年6月29日時点における、アーカイブ、 https コロンスラッシュスラッシュアーカイブイズスラッシュ zz ovy 208年10月24日閲覧レールウェイエイジガシュ p 206 a ッシュー p 207ハット abc フライバーグ p 62フライバーグ p 65ギボンズ p 165サウスウエストエラインズ c e ステップスダウンサイ最一員パーソナルリーズンズ ラベック・アバランシュ・ジャーナル。2011年4月4日、閲覧。フライバーグ P350、エアライナー・ハンドブック 87P78、コマーシャル・エアブレーンズ737による。フリートエイジ・オブ・サウス・ウェスト・エラインズ。AIRFLEETS.net。2009年8月7日閲覧。フライティム機材情報。 フラナスパターズフリートディテールズハット、サウスウェストエラインズ、デルタエアラインズ、アンドボーイングキャピタルリーチ、エ t テン t ティブアグリーメントツーサブリースエトランボーイング七百十七フリート、サウスウェスト航空公式サイト、http w w w s w a m e d i a c o m リリーシズ、0 6 6 0 7 1八九から九千百二十二から四4 6 1 0 a 八2九から三百 コルティシモ 189,014D2012 年6月12日、閲覧。デルタ2 take delivery of Boeing 717 aircraft upon Latoufakation of pilot tentative agreement デルタ航空公式サイト http://news.delta.com/.index.php s イコール 43& アイテムイコール16242012年6月12日、閲覧。ボーイングプレス、リリースディセンバー22-2008。ボーイング公式サイト。2011年3月20日閲覧。サウスウェストエラインズ2インストールブレンディットウィンラッツ、オンナ737から300エアクラフト。ボーイング公式サイト。2011年4月26日閲覧。サウスウェスト、 737から800型機を今後3年で70機購入へ。ウォールストリートジャーナル日本版。2011年4月4日閲覧。サウスウェストエラインズウィルビカムローンチカスタマーフォーザニュー、ボーイング737マックスエアクラフト、サウスウェスト航空公式サイト、http w w w s w a m e d i a c o m リリーシズ。 7ビット 1C6522 ダフ、8から 40B-98D4 世354、35 AA974D32012 年6月12日、閲覧。AB、ボーイング 737MAX ログズファーストファーム、オーダーフロムローンチカスタマーサウスウェストエラインズ、ボーイング公式サイト、 http://boing.mediarom.com コロンススララッッシシュュスラッシュインデックスドッ .phps イコール 43& アイテムイコール20722012年6月12日閲覧7 3 7ックスサウスウエスト航空でも類似不具合指導操縦で回避サウスウエスト航空 737max を1 0 0機追加8中737から700体液加速 https www.soutweest.com ht html customer-service スラ fqs.html トピックイコールブランドエボリューションフライバーグ p309abc フライバーグ P310、フライバーグ P218、水着モデルを機体にプリントセクシーな飛行機出現。アフプブニュース、2011年4月22日閲覧。た、にがわ P61、にボンつ P176、フライバーグ P72、フライバーグ P113、サウスウェストエラインズヒーツ、アップサマーウィズニューフライツ。 エアラインインクリーススデンバーサービスアッツフライズインアザーキーシティーズサウスウエスト航空公式サイト http コロンスラッシュスラッシュ w w w s o u t w e s t c o m スラッシュ html スラッシュ cs スラッシュインベスターリレーションズイフニュースリリーシズ html INT ィコールグフターアバウトプレス2011年4月26日 閲覧。ジェレミー・シクラー、チャプター7、フライト・アライバル・フロー、サウスウェスト・ VS、レガシー・キャリー・アーズ。2007年4月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年6月10日閲覧。サウスウェスト・エラインズ・ニュースルーム、バイデート、サウスウェスト航空公式サイト。 http://www.swamedia.com スラッシュチ n n e l s スラッシュ by-da-te スラッシュページスラッシュ 1985-to-19892011 年4月26日日閲覧サウスウェストラグアディアスタートスプレデンザポッシビリティサウスウェスト航空公式ブログナッツアバウトサウスウェスト 2011年4月26日閲覧。サウスウエスト、エスナウイン、A ニューヨークステートオブマインド。サウスウエスト航空公式ブログ、ナッツアバウトサウスウエスト。w e s t 2011年4月26日閲覧。毎日カルキュレーター。 usa today,http コロンスラッシュスラッシュ www.usatoday.com スラッシュトラベルスラッシュ fli ghts スラッシュアイテム .aspx タイプイコールブログ a k イコール5944642ブログ2010年5月23日閲覧サウスウェストエラインズ6ライツ2オペレートアット ラグアディアエアポート、サウスウエスト航空公式サイト、http コロンスラッシュスラッシュ phx.co rporate-ir.net スラッシュフェニックス .zhtml, c イコール 92562&p イコールイロルニューザーティコロ &id イコール 1228269& <ター>ハイライトイコール2009年8月24日、閲覧。サウスウェストエラインズアンウンセスインテントツービギン、サービスツーボストンローガンインターナショナル、エアポートインホールオブ2009、サウスウェスト航空公式サイト、http コロンスラッシュスラッシュ www.soutweest.com h スラッシュアバウト、about. スワ、プレス、 プリンデックス HTML2009 年8月24日、閲覧。マキシマ、ポール、サウスウェストウィル、スタートローガンランイン・オーガスト。 ザ・ボストングローブ、h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.boston.com スラッシュビジネススラッシュアーティクルズスラッシュ2009スラッシュ04スラッシュ14スラッシュ so ut h w e s t will start ローガンラインオーガスト。p1 イコールウェルモストポップイメールドにサウスウェストツービギンフライツツーボスト o ンフォール。 ザボストングローブ、http コロンスラッシュスラッシュ www.bostonhrald.com スラッシュビジネススラッシュジェネラルスラッシュビュースラッシュ2009029サウスウェスト2ビキンフライツツーボストンインフォール、srvc イコールホームアンドポジションイコール31ニコール c サウスウェスト2サーブローガンバイフォール The Boston Globe,http コロンスラッシュスラッシュ www.boston.com スラッシュビジネススラッシュアーティクルズスラッシュ2009スラッシュ02スラッシュ19スラッシュ SOUTHWEXT2 サーブローガンバイフォールニュースリリースサウスウエストエラインズビギンズサービス2パナマシティビーチサウスウエスト航空公式サイト h t t p p h x c o r p o r a i r n e t p e n i x z h t m l c 9 2 5 6 2 p 0 4 8 i d 1 4 3万 425&highlight=2011 年4月26日閲覧サウスカロリーナ ミートサウスウエストエラインズサウスウエスト航空公式ブログナッツアバウトサウスウエスト2011年4月26日閲覧ニュースリリースサウスウエストエラインズコンチネンタルエラインズエンターイントスロットリースアットニューアークリバティインターナショナルエアポートサウスウエスト航空公式サイト http://phx.co-r-p-o-r-a-te-ir.net-phenix.z-html.c=92,562&p=748&id=1464,396&highlight=2011 年4月26日、閲覧。サウスウェストエラインズ2。 オファーモアニュー、サービスアンドモアローフェアスフロムニューアークリバティ、インターナショナルエアポート、サウスウエスト航空公式ブログ、ナッツアバウトサウスウエスト、2011年4月26日閲覧。スワツーオファーオンラインリンクツーボラリースサービスオン、サウスウエスト、コム、サウスウエスト航空公式ブログ、ナッツアバウトサウスウエスト。 2011年4月26日閲覧。Where do we fly? ボラリス公式サイト。2011年4月26日閲覧。ロブカイザー、サウスウェストメイヤードシティーズ2、アイスランドディール。 ボルティモアビジネスジャーナル、http コロンスラッシュスラッシュボルティモア b i z j o u r n a l c o m スラッシュボルティモアスラッシュストーリーズスラッシュ1997スラッシュ02スラッシュ24スラッシュ stor 6 h t m l ページイコール12007年6月10日閲覧アイスランディアストッピングフライツアウトオブ BWI b i z j o u r n a l e s c o m 2 0 0 7年十二月十0日閲覧サウスウェストエラインズステートメントリガーディングバンクラップシーコートアップルバルオブ ATA ビット二千十一年四月3日閲覧 ATA エラインズファイルズフォーチャプター十一アンドディスコンティニズオペレーションズフォローイングキャンセルエーション オブキーミリタリーチャーターアグリーメントビジネスワイヤーハットサウスウェストエラインズシックスライツツーオペレートアットラグアディアエアポートサウスウェスト航空公式サイト http コロンスラッシュスラッシュ phx.co rporate-ir.net スラッシュフェニックス .zhtml c コール 92562&p コールな0 4 ID イコール 1228269& ハイライトイコール2009年2月3日閲覧サウスウェストウェストジェットサインコードシェアリングパクトザ・ダラスモーニングニュース2009年8月22日閲覧サウスウェストウェストジェットディレイコードシェールロイター httpwww.reuter.com アーティクルブサーラインズ 移住ング四49兆512億2千九9万5252009年8月22日閲覧。AB、ファックスボーディングスクール。サウスウエスト航空公式サイト。2011年4月23日閲覧。AB、月間エアライン通関254号、P17 移住員 P156、デビット・グロスマン、I don't hate サウスウエスト any more。 USA Today, http://usataday.com, w, w, w、U The、com, トラベルコラムニストグロスマン2005から10から14グロスマン XHTM2007 年6月10日閲覧。以前は、ハニーローストピーナッツも提供していたが、アレルギー対応により2018年8月以降、在庫がなくなり次第提供を終了している移住院、P15 ハット AB。 インフライトメニュー。サウスウエスト航空公式サイト。2012年9月12日閲覧。ABC 移住ン P25 移住ン P26。サウスウエストエラインズデックスネクストステップトゥーボード、Wi-Fi。PR ニュースワイヤー。2009年8月22日閲覧。トラファレンシーとは、運賃を意味する、フェアと透明性を意味する、トランスペアレンシーを掛け合わせた造語である。 ビジネスセレクト。サウスウエスト航空公式サイト。2011年4月23日閲覧。運賃本体額の12倍 CM のシリーズにも、この名前が使われることがある運賃本体額の6倍。ビジネスセレクトから見れば半分。ハット AB、バックスフライフリー。サウスウエスト航空公式サイト。2011年4月24日閲覧。 変更先の便の方が低廉な運賃の場合、差額は次回以降の購入に使える、利用券として戻される、ファクスアーリーバードチェックイン。サウスウエスト航空公式サイト。2011年4月23日閲覧。アワーヒストリー1995-21997。サウスウエスト航空公式サイト。2011年5月26日閲覧。AB。 ユニックスサーバープライムパワー導入事例、サウスウェスト航空様。富士通公式サイト。2011年5月26日閲覧。サウスウェストエラインズイントロデューセスザオール、ニューラピットリバーズプログラム、サウスウェスト航空公式サイト。 h t t p p h x c o r p o r a t e i r n e t p e n i x z h t m l c 9 2 5 6 2 p いろるニューザーティコロ &id=1513,450& ハイライト =2011 年5月26日閲覧。f クス プログラムタームズコンディションズ。サウスウエスト航空公式サイト。2011年4月23日閲覧。モアステータスベネフィッツ。サウスウエスト航空公式サイト。2011年4月23日閲覧。航空保険料は必要。移住院 P213、戸崎 P101 バンバー、GJ、ギトル、JH、コハン、TA& フォンローディンフリッチ。 A, up in the air, how airlines can improve performance by engaging the air, in Pelois. コーネルユニバーシティプレスイサカ、aka, 2011年3月29日閲覧。シュトラウス、マイケル、バリュークリエーションイントラベルディストリビューション、ISBN0557612462、アツインダストリーアチーブメントアワーズディスクリプションヒストリー。 エアートランスポートワールド公式サイト、2011年4月23日閲覧。移住員 P209AB、NTSB アイデンティフィケーション、DCA06MA009、アメリカ国間有安全委員会公式サイト、2011年4月29日閲覧。NTSB インベスティゲイティングサウスウェストエラインズ、ランウェイエクスカーション。 アメリカ国家運輸安全委員会公式サイト、http://www.ntsb.gov/.pressrel/.2011/.1104262。11 html2011 年4月29日、閲覧。ab、サウスウェスト737から700イグジッツ、ミッドウェイランウェイ、オンランディング。 エアトランスポートワールド公式サイト。2011年4月29日閲覧。サイトからの予約が7割の格安航空会社。事故情報も、ツイッターでリアルタイムに発信。日経 BP、イタプロウ。2011年4月3日閲覧。AB、NTSB アイデンティフィケーション。DCA11MLA39。アメリカ国間予安全委員会公式サイト。 2012年6月29日閲覧。サウスウエストエラインズフライト812。サウスウエスト航空公式ブログ。2011年4月7日閲覧。AB B, Update、NTSB、プロバイズアップデート ON インベスティゲーションオブサウスウエストフライト812。 アメリカ国家運輸安全委員会公式サイト、http://www.ntsb.gov n e w s 2011 110403.html2012 年6月29日閲覧機体天井に、アナビー737から300型さらに2機に、亀裂。東京新聞。 2011年4月7日閲覧。全世界のボーイング737に検査命令へ、天井に、穴事故で。朝日新聞、2011年4月7日閲覧。NTSB Continues Investigation of Southwest Airlines Flight 812アメリカ国間輸安全委員会公式サイト。 http コロンスラッシュスラッシュ www。n t s b gov。スラッシュニューススラッシュに例一一スラッシュ一一例四二五。html に例一二年六月二十九日閲覧。faa ウィルマンデートインスペクションス。f o u r r モデルゾーブ七百三十七エアクラフト。連邦航空局公式サイト。 http://www.faa.gov スラッシュニューススラッシュプレスリリーシズニュースストーリー CFM ニューザドイコール126212012年6月29日閲覧 ABCDEF サウスウェストエッソルフライトインクライシスザウォールストリートジャーナル2012年6月29日閲覧 It was pretty chaotic.As landing gear on Southwest Jet Collapses.Passengerses.cnn.com.Hat Flight.Snows Gear Collapses.As it lands at New York's.Lagardia.BBC News.Hat CNN.Ediot.C.MacLaFrin.Briand.And.Julia Jones.NTSB.Engine Indetry Southwest.Z Incident Missing.A Funblade. CNN HTTPS Edition CNN.com 2018 04 17明日フィラデルフィアサウスウェストフライトエマージェンシーランディングインデックス HTML 2018年4月18日閲覧 A.B. ドリューグリフィンスコットブロンスタインレコーズサウスウェストエラインズフルアンセフプレインズ cnn http コロンスラッシュスラッシュ www cn。cnn。com スラッシュ二零零八スラッシュ us スラッシュレイサスラッシュレイロックスラッシュ sot hwest。プレーンズスラッシュインデックス html 二零零八年三月六日閲覧。e。バノビッチデビッドインスペクタサウスウエスト sfaa イズレッドプレンズフライウィズグラックス。 ヒューストンクロニクル、2008年4月3日閲覧。CNN、サウスウェストグラウンズプレインズ、プレイシズ3、オンリーブ。 http://edition.cnn.com/.2008/.us/.03/.12/.southwest.airlinees/.index.html2008 年3月12日閲覧。ジェリーチャンドラー、FAFINESS SOUSWEST 7.5ドル、M4 s ー f e t e Issues。 httpnews, gflights.com, 2009, 零三 faa finis southwest-7 から 5m, 法セーフティー・イシューズ ,2011 年4月3日閲覧。nytimes, the associated press, southwest first tuesday deadline from faaa.the, new york times, http www.usataday.com, www. トラベル flights. 2009から08から31サウスウェスト、チューズデーデッドライン FAANHTM2011 年3月29日、閲覧。 http://s.japanese.jons.com スラッシュアーティクルスラッシュ426スラッシュ 221426.html パット http://headlines.yahoo.co.jp スラッシュ hl 英語ル2016万1006から5693万6278ブルームショートトンパスオールッ http://headlines.yahoo.co.jp://hl, 英郷20161015から0005004に、読む int-hat、テキンサイト、サウスウエスト航空職員5歳女児の名前を笑い、登場券をフェイスブックに投稿。 https://news.nifty.com スラッシュアーティクルスラッシュ e ntame スラッシュ12239スラッシュ12239-1377706スラッシュ2018年12月4日へずらん。ランター、ホロ、インシデントボーイング737から 7h4n401wn07me2020 aviation-safety.net 2020年5月31日閲覧ウィニフレッドバーナムウィニフレッドバーナム公式サイト2011年5月12日閲覧ありがとうございます